皆さんこんにちは。あいにくの雨となったエミレーツスタジアムでは悪天候にもめげず大きな歓声が上がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、アーサルがベガルタ仙台と戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。このゲームのゲストチームですが、好調な攻撃陣を中心に奪ったゴール数は現在リーグトップの数字です。攻撃陣は自信を持ってプレーしていますね。今日も面白い試合を期待できそうです。こちらがアーセナルの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。さあ前半開始、アーセナルがボールを動かします。アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。ここはクロスのチャンス。エジル、あっとすぐにボールを取られました。セルジ・サンペル、絶妙なパス。ボールを奪われました。どこまでドリブルするのでしょうか。クロスを出せるか。ここはクリアされました。スペースへのボール、チャンスにできるか。シュートを振り抜きましたがキーパーの正面です。ボールは相手に渡りました。ボールを運びゴールに襲いかかります。ゴールが見えるか。これは大きく枠を外れました。キーパーとの1対1ですから強いシュートを打つ必要がなかった気がします。無理があったか。ボールを取られます。足元でしっかりコントロールしています。ここからどうするのか。狙った。このボールはしっかり止めました。見事なタックルです。エツリュ、相手が触ったのでスローインですね。前に運んでいます。走り込んだ味方にスルーパス。オバメヤン、先制のチャンスもネットを揺らせません。今のは決めておきたかったですね。アタッキングサードに入ってきた。
クリアして危機を脱しました。いい位置でカットした。ここから狙うのか。このパスはカットされました。抜けた。クロスバーに当たった。入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。あそこで打たれたらキーパーはなすすべがありませんね。別の角度からご覧ください。エッツリュルーカス・トレイラピエール・エメリク・オバメヤン。セルジ・サンペル。何をしてくるのか。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。これで2ゴール。ノリに乗っています。この角度からも見ましょう。ここまでのポゼッション率を見ればアーセナルがボールを支配していることが分かります。問題はほとんどチャンスを作れていないことですよね。ポゼッションも大事ですが、得点しないと勝てません。もっと縦のパスで前にボールを入れていきたいですね。クロスを上げたい。ゴールチャンス。キーパー弾く。クリアしました。コーナーキックです。オバメヤンがいまいち試合に入れていないでしょうか。この選手でしたらもっと活躍してほしいですよね。ボールを触っている位置が良くないですね。もちろんこの選手一人の責任ではないかもしれませんが、とにかくボールを持たなければチャンスにつながりません。あ、絶妙なパス。チャンスにできるか。入るか。惜しい。わずかに枠をそれました。ここで前半終了の合図です。前半の結果はちょっと予想できませんでした。ゴール数リーグトップのアウェーチームです。試合は後半に入りました。ボールがこぼれる。キーラン・ティアニー。エツリュ。アーセナルがボールを失いました。アーセナル仕掛けてきますか。セルジ・サンペル。しっかり見えています。クロスはブロックされます。危ないと判断しましたか。ここはシンプルに外へ出しました。クロスのチャンス。このパスは読んでいました。福西さん、ベガルタ仙台の次の試合ですが、どう思われますか。相手は鹿島アントラーズですか。プレミアリーグでの対戦ですね。これは分かりやすい展開になりそうなゲームです。ここはキーパーが簡単に抑えました。
スポーツ系のウェブサイトでニュースが流れています。ボルシアドルトムントが新しい選手をボールをキープして自ら勝負します。最後は1対1のチャンスでしたがゴールを奪えません。決定的な場面だったんですが惜しかったですね。ここで選手交代です。この選手今日は見事な働きでした。スタンドからも大きな歓声が上がってますね。サポーターも満足しているでしょう。これは見事に奪いました。走り込んだ味方にスルーパス、弾きましたがここはプレーを切りたい。ディフェンスが冷静に対応。ここはダビド・ルイスのクリア。パスを戻します。どこまでドリブルするのでしょうか。いけるか。ゴールが決まった。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。リードをさらに広げました。いやーダメ押し点になりましたね。この角度からも見ましょう。ルーカス・トレイラー、エジル、いいタックルだ。ボールをキープしました。絶妙なパス。得点もあり得た場面でしたがこのボールはカットされました。このシュートは明らかにミスでしょう。あっとすぐにボールを取られました。オバメヤン、このロブパスは直接キーパーに渡りました。チャンスにできるか。このシュートは大きくバーの上。狙いは分かりますがね、これでは入りません。さあフレッシュな選手が入ります。アジョセ・ペレス、ここはパスミスになりました。ボールを失います。ドリブルで進みます。中を確認したい。何かしてきそうですがサイドからの攻撃はタックルで阻止されました。アジョセ・ペレス、ニアポストにクロスを入れた。キーパー止めましたがまだインプレー。さあカウンターで一気に行きたい。カウンターのチャンスでしたが相手ディフェンダーが戻りました。ピエール・エメリク・オバメヤン、試合が終了いたしました。このゲームは一方的な展開となりました。はい、